みなさんこんにちは、塩梅農園の三本木です。このシリーズでは塩梅農園の落花生を使った手軽な料理をご紹介していきます。今日作るのはいつものサラダがワンランクアップする砕き落花生のお手軽サラダです。では材料をご紹介していきます。まずはサラダですね。こちらはコンビニで手に入るような、よくあるサラダです。そしてオリーブオイルで、お塩、そしてこちらが塩梅農園の煎り落花生です。こちらはですね、キューナッツという品種で自然な甘さがあるのが特徴の落花生です。なのでサラダにかけた時に甘みが加わって、よりサラダが美味しくなるのでおすすめです。では作っていきます。まず最初にですね、この煎り落花生を割っていきます。あんまり最近殻付きの落花生売ってないと思うんで、ちょっと割り方ね、ご存じない人もいるかもしれないんですけど、落花生必ずちょっとくちばしみたいにとんがった場所があります。このちょっと下ですね、この膨らんだあたり、ここを押してもらうと簡単に割れます。はい、で取り出した中の豆を袋に入れていきます。この茶色いですね、渋皮と呼ばれる薄い皮があるんですが、うちの落花生は渋皮に渋みがあまりないので、一緒に食べちゃって大丈夫です。渋皮にポリフェノールがあるらしいので、もし気にならない人は全部食べちゃうのをおすすめします。落花生が割れました。ジップロックを閉めて、これを砕いていきたいと思います。で、砕くときはこんな布巾に挟んでいただいて、お家にある適当な瓶を使ってください。いきます。はい、ということで砕けました。おすすめはこんな感じで、ちょっと大きい粒が残っている感じがいいかと思います。この方が歯ごたえがあって食感が楽しめると思います。ではこの砕けた落花生にお塩を混ぜていきます。はい、混ざりました。これをサラダにかけていきたいと思います。そして最後にオリーブオイルをかけます。砕き落花生のお手軽サラダの完成です。